皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ裏からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは初登場じゃないんですよね。初登場かな。ボンドショップ裏では初登場、横山さん、横山店長です。お願いします。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。これ僕がずっと紹介したかった車G63 ワイドスターです。ワイドスターです。これでなんと横山さん、はい、知ってます？ボンドグループ全店ワイドスター製作実績なんです。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやさ、浦和店だけ本当なかったんで。そうですよね、はい、もう最後の1店舗になってしまいましたが、はい、これで無事ようやく全店で製作させていただいたと。すごくないですか？いやすごいですよ。高いですからね。もうだってエアロキット自体も結構な金額するじゃないですか。結構します。でしかもエアロキットだけで済まないじゃないですか。皆さん済まないです。当然タイヤホイールとか、はあ、もうその他のパーツ今回のもいろいろついてますけど、とてつもない金額になるじゃないですか。そうですね、まあボンネットとかですよね、まあ、ですよね。そういうのだってもう細かいパーツがフルキットとまた別じゃないですか、はあ、だからまずお客様のその勢いとこのゲレンデ人気と本当にすごいなと思って。まあ見積もり作ってる時が一番ドキドキするんですけどとてつもない1台なんですけど、はあはあ、まあちょっと今までご紹介させていただいたワイドスターと当然いろいろ違うと思いますので、その辺を詳しくご紹介させていただきたいと思います。でまず今回これボディカラーマットはこれ純正なんですね。これ純正です。結構ラッピングでマットにしちゃったりなんかもありますけど、まあ、お客さん自体がもうマットの車でどうしても作りたいって言ってて、で自分で車探してきてうちに持ち込んでいただいた。なるほど。そして今お客様のお話が出ましたけど、ちょっとそこを掘り下げるとお客様がまたすごいんですよね。そうですね、初めてカスタムをするっていう初めて車をいじった車がこれってことですか？ホイールとかは顔からしてるかもしれないですけど、こうやったエアローとかちょっと細かいのをいろいろ顔からするっていうのは初めて。がっつりこういじるのが初めてでこのワイドスターにたどり着いてしまう。そうですこれ最初この金額見積もり出した時にその抵抗とかってないんですか？いやまあ一応最初このメールとかの問い合わせで来られて、で一応簡単にこのぐらいかかりますよっていうのはお伝えしてました。でえやめときます、高すぎますとかってなくはなくすんなりこう来て、あ本当ですか。まあ一回ご来店はいただいてこういった感じで作っていきますっていうのは全部説明しましたけど、でももうベースにマットを選ぶのもすごいし、ああそこから初めてワイドスターを組むってだいぶすごいんですけどでしかも今回ワイドスターのこのフルのキットだけじゃなくてプラスアルファでボネットだったりとか、そうですね、もう全部やってあると。でこの辺もいろいろフィニッシュできると思うんですけど、今回は全部グロスのカーボンそのまんまなんですね。そうですね、今回はツヤのあるカーボンで全部組んでます。つい最近名古屋店でマットのカーボンのマンソリーなんか作らせていただきましたけど、やっぱりグロスはグロスでなんかこう主張してるというかパーツが目立っていいですよね。そうですね、マットなんでマットまで合わせてしまうとちょっと目立たないかなっていうか、うん、まあ、つけた感というか、はい、もうちょっとパーツが際立つ感じがあってかなり。そしてやっぱり安定のこのカーボンの目ともう抜群じゃないですか。なんかこのいやもうぴったりですよね。ですよね、はい、裏でもいろんなメーカーのいろんなカーボンパーツ触るじゃないですか、はい、結構マンソリー、ブラバス、その辺でズバ抜けてません？いやもう全然作り方も裏側も全然違うし。そうなんですよね、もう目がこうよれてるとかもないし全部揃ってるし、であとあんまり言っていいのか分かんないですけど僕この結構このアドオンのパーツカーボンフードのポイのとかって今いろいろあるじゃないですか、はい、でちょっとそのマイナーなのとかって見たんですけど、もう一見ちゃんとしてる風なんですけど実はそのチリがこう全然こう合ってなくて浮いちゃってたりとか。そうですね、たまにお客さんのやつとかでも違うところでつけてきたやつとかはコーキング打ったりとか、もうやっぱしてる車もただあるっていうか、こう隙間をこう物理的に埋めちゃってるやつですよね。そうですね、なんで反りもないですし、ブラバスとかだったら、なのでもうぴったり合うっていう。あとは結構この辺ちょっと触っちゃいますけど、ぽいやつだと実はこの素材がペラペラで、そうですね、ここがすごいもうグニャグニャなやつがあるんですけど、なのでまあグニャグニャになってるとやっぱり反っちゃう。あつけた時に。なるほど、じゃその辺の素材のしっかり感もブラバス結構違いますよね。もう全然違いますね。そしてあとはグリルなんかも
オーナメントが当然 B マークコンプリートですから。そうですね、はい、もうつけられるやつをいっぱいつけたっていう。なるほど、端から全部。この辺なんか別なんですよね。 だって、まあ、そうですね、これとこれは別のものになります。これがイルミネーション電動で光るブラバスでございます、はいはい、そして今回僕おっと思ったのはこれなんですよ。これはあのお客さん赤が大好きなので、赤で刺している色を、刺し色で、でこれ、はい、本当はこれ800ブラバス800のロケットっていうシリーズはここにラインがブラバスでつくんですけど、まあ、今回ちょっとお客さん初めてだっていうんで、ちょっとだけまあ他の人と違うのをここだけ入れさせていただいて、アクセントでちょっと入れてる感じ。これちょうど日本のあのブラバスのホームページ の、はい、あのカタログカーがこうなってるんですよ。そうですね、はい、あと今回この後紹介しますけど内装の色も合ってるんですよね。そうですね、だからなんかもう絶妙だなっていう、はい、こんなのがちょっとアクセントして入ってて、あとはもう安定のこのどでかいバンパーこの辺なんかも塗り分けできますけど、今回はじゃあカーボンのグロスに合わせて、ね、カーボンで使わなかった部分はできるだけグロスブラックで。なるほど、はい、じゃあそこはメリハリとして。そうですね、こんなのもだこの辺のフィニッシュもだからシルバーにするのかカーボンにするのか、はい、グロスのブラックにするのかで、まあカーボンのパーツも売ってるんですけど、まあそこまでいかなくてもちょっといいかなっていう。結構ボディカラーとか他のパーツの組み合わせなんかで、はい、まあ、チョイス変えてもいいのかなって感じですね。そうですね、はい、ちょっとその辺を今回やってあるそうです。であとはこっち行きましょうか。あ、ね、ヘッドライトとかも。あ、これも変えてるんですか。変えてます。ナイトパッケージの。ナイトパッケージの黒いやつですね。黒いやつに。じゃあこっちも変えてるってことですか。そうです、全部変えてます。最初エディション、マットブラックは通常シルバーで来て、はい、エディションというか限定車じゃないと黒が入ってこないんですけど。あ、そうなんでしたっけ。そうです。なるほど、はあ、なので、まあ、マットブラックなんで中も黒にしましょう、まあ、ちょっとお客さんに無理言ってつけてもらったっていう。これも結構しますよしますねでもまあやってるとやってないとだと車のまとまりが全然違うんで、はい、なのでここも黒ですし、ここもスモークがかかってる。なるほど、しっかり黒で統一されてるわけですね、はい、であと横に行くとこの定番のどでかいオーバーフェンダー。そうですね、はい、あとこれですよね。はい、ここもいろいろフィニッシュあるんですけど、今回じゃあ前と習って、今回前と、そうですね、前のグロスでここを赤にしようかなと思ったんですけど。あ、なるほど、ここ赤なんで、はいはい、もうそこまできつくしなくていいかなっていう。なるほど、はい、そこの三次加減難しいですね。そうですね、なのでボンドボディ行ってどうしようっつって一回色合わせてみたりとかしたんですけど、今回はあえてもうこのまま。じゃあある程度横山さんお任せというか。そうですね、お客さんも全部任せていただいて、やっていただいたんで、ざっくりのイメージだけ聞いて、そうですね、こんなのどうですかっていう感じで、何色が好きとかどういった感じで作りたいとかっていうのは大体は教えてもらってたんで、それに合わせてじゃあここ赤にしましょうとか。なるほど、まあ、一応お客さんに許可は取ってこんな感じで作り変えた。じゃあもう絶妙ですけど、マット、グロス、マットで、はい、でここが、まあ、2種類確かあるんですよね。そうですね、青と赤と、はい、赤のブラバスロゴになってると。であとはホイールですよ、はい、これがこれをもうなんかこれももう言ったらこう何ていうんですか、もう王道の、はい、選択ですけど、まあお客さん初めてだし扁平もちょっと薄くなるから、まあ、それだったら23の方でつって。もうだから結構タイヤの厚みも23なんでしっかりある。そうですね、はい、まあ、この辺は多分好みだと思いますけど。そうですね、確かこれもカタログかなんかのやつは23なんですよね。23です、のモノブロック Y、はい、これ普通に履いてますけどとんでもない金額じゃないですか高いです1本だって50万円以上するんですよ、はい、そうですね、なのでタイヤ込みで大体250万オーバーぐらいにはなっちゃいますね。それを初めて車をカスタマイズするときに選ぶっていう、その勢いが半端じゃないですか。まあ、僕的にはもしかしたらちょっと12とか あっちの方にしようかなと思ったんですけど、お客さんあのうちのボンドチャンネル見てもらって来てもらったんで。あ、そうなんですね。あの白のワイドスターを見当てで作った、はい、あれで見て来られたので、それだったらもう全部ブラバスってのコンプリートにしようということで、はい、で当然単造ですし、はいはい、物もかなりしっかりしてますんで、はい、安心して使っていただけると。でこのキャップもそうですね、これブラバスですよね。はい、ブラバスです。こういうとこも意外に重要ですよねそうですね、まあ、
ボルトを作り替えるのもありなんですけど、そのままブラバスのキャップも合わせられるので、ちょっとコンプリートらしさというか、はいはい、やってんだ感がアップしてる。でキャリパーはこれ色替えはしてないんですか？色替えはしてないです。お客さん赤のままがいいって言ってるので、でもまあ一応全部塗り替えてはいます。ブラバスロゴいいなって、はい。で今回の車はこれローダウンはしてないんですよ。あ、してないんですね、はい、してないんです。なるほど。全然車のまとまりは、そうですね、はい、ローダウンすると結構もっと下がっちゃうので、まあちょっとバランス的には上げた方がいいかなっていうか、上げたっていうかそのままの方がいいかなっていう、まあ、お客様の使い勝手的にも、そうですね、はい、一応お客さんの駐車場も見て、上のパーツがついてるんで、その辺もちゃんと入るかどうか確認してからつけたっていう。なるほど。ということで今回はあえてローダウンはしてないと、はい、で今ちょっとお話出てきましたけど、今回なんとこの上のパーツがついてるという、これボンドグループでも数々ワイドスター作らせていただいてますけど、このルーフのこのライトがついてるのって結構少ないんですよね。そうですね、結局駐車場の関係でちょっと使い勝手が悪くなっちゃうって言って、ね、そう選ばない方が結構いらっしゃる。フロントはまだマシなんですけど、リアウィングとかになると10センチぐらい上がっちゃうので、うん、あと皆さん気になるところのついちゃって車検大丈夫なのかっていうところなんですけど、これ確か作業灯かなんかで、はい、そうですよね、作動するようにしておくと基本的には問題ないと。大丈夫です、はい、その辺ブラバスなんで、まあ、物もしっかりしてますし、はいはい、まあ、そういう、まあ、ドイツの基準ですけど、まあ、基準にのっとったものなんで問題ないという、はい、そしてあとはどこでしょう。横から行くとあとは、はい、ラッピングですね、サイドステップの。あ、ここもじゃあボンドグループ定番の、はい、これグロスなんですね。これはグロスです。ラッピングでこのステップを真っ黒黒にしてると、もうでもここまで来たらメッキ消して、もう全部メッキ消しですね、黒にする感じですよね、はい、でこのモールがマットなんで、まあ、こっちがグロスになってるという。そして定番のこのステップの先には電動ステップですね、はい、あ、電動ステップと電動ステップと、まあ、はい、ライトですね。ドアオープンで連動して光るライトという、これが本当に夜すごく便利なんで確かに確かに、これ足元が照らしてくれるんで、はい、ドレスアップ効果だけじゃなくて利便性も良くなると。全然良くなります。で特に今回ローダウンしてないんで、この電動サイドのありがたさは、まあ、結構女性の方とかお子様とか、そうですね、奥さんも一緒に乗られるので、奥さんも乗りやすくは全然なります、はい、確かに男性だと結構これなくてもいけちゃったりしますけど、はい、女性の方とかお子様のことを考えると電動サイドはやっぱりかなりおすすめですよ。で今回63でマフラーがここについてるんで、まあ、短いタイプということ で、はい、装着されてます。であとはマフラー、ここももうここまで来たら黒だなっていう、はい、ブラバスで黒だなっていう。でこれしかも車検 OK なんですよね。そうです、 E マーク付きです。だからもう安心してこの辺も使っていただく、はい。で結構ステップで隠れちゃうんで目立たないですけど、この上に B マークがついてたりとか。音も結構ちょうどよくないですかこれ。いや、普通にノーマルっていうかバルブを閉じた状態の、あれモードなんだったっけな、コンフォート、はい、コンフォートモードで音を出していただくとそこそこちょっとうるさいかなっていう、ちょっと音出てるかな程度ぐらいで、バルブ開けるとそこそこうるさい結構ワイルドなんですけど、はい、ただこう近所、本当にバルブ閉じとけば近所迷惑になるとかそのぐらいじゃないんで、じゃないですね、まあ、使い勝手もその辺損なわないと。であとリアも同様にモノブロックワイで、あとリアもしっかりキャリペンロゴ替えしてあると、ね、あとは上に行くとこのルーフのスポイラー、これも改めて見るとこれカーボンとマットのコンビになってるんですか。そうですね、通常2種類売っててブラバスのリアウィングが、はい、カーボン付きとカーボンなしと。あ、こっちカーボンありの方なんですか。これカーボンありの方です。なるほど。でカーボンありは翼端板左右とあと真ん中の部分。あ、なるほど、はい、ここと両サイドがカーボン。そうそうそう。これ前 の、 あのライトのところがカーボンだからそれに合わせて、ね、そうですね、全部カーボンで。こんな感じになってます。これあるとないとでだいぶ後ろのシルエット違いますね。違いますね。ただ高さが今回特にローダウンしてないんで、2メーター超えちゃうんで、ですよね、この辺りで立柱が入るか入らないかの瀬戸際っていうか、車の駐車環境と使い勝手を考えないと装着できないパーツなんで、はい、なってます。かなりこの辺はいいんじゃないでしょうか、はい、だと僕びっくりしたのはこれ
はい、これも当然プラスアルファのパーツじゃないですか。そうですね。でここがしかも塗ってあるという塗りですよね。これこれ塗りです。浦和店だけしか多分流行ってないと思うんですけど、はい、見えないからお客さん塗ってほしいって言われて。なるほど。はい、でこれ塗るだけでも全然遠くからでもブラバスってはっきり分かるっていう。純正だとこれへこんでるだけで、この内側もカーボンなんですよ ね、カーボンなんです。逆目にはなりますけど、はい、確かにちょっと遠目で見た時に、で今回はこのグロスブラックで塗ってるんで遠目で見てもそうですね、おブラバスの背面タイバーカーボンで、あとはしっかりブラバスのエンブレムにもなって、そうですね、黒に塗ってますね。あとリアバンパーもフロントと同様にホワイトしたものに乗ってて、ここはグロスブラックになってる、はい、いや本当になんか王道のいじり方ですけど、かっこいいですよね。かっこいいですよ、はい、これちょっと走ったら振り向きますよね。振り向きますあと一応ここも元々メッキですよね。メッキです。でここもラッピングでグロスのブラックになってる、はい、で今回そのラッピングとペイントをうまくこう使い分けて、はい、グロスブラックを主張していると。そうです。そんな感じの全体になっております。じゃああとは続いて内装もちょっと触ってるってことで見てみたいと思います、はい、やってまいりました。なんとこの内装のスカフプレートもイルミネーションのタイプにブラバスです。でマットもブラバス。そしてこれペダルもですか。ペダルもですね。はい、やっぱりここまでやってるちょっと内装も少し触りたいですよね。そうですね。もうこの辺りは見積もりに勝手に入れましたでもお客さんにも賛同していただいて、はい、まあ絶対入れた方がいいですよ。なるほど。そしてあとはこのドアのドアロックピン、ここなんかもしっかりプラバスになってます。やっぱりちょっと外装をこうコンプリートにすると内装もこうできる限りやりたくなっちゃいますよね。そうですね。でこれ単体でも変えるんですよね。変えれます。だからもう全然外装ホワイトスターにしてなくても、まあ、ホイールだけ例えばブラスとか履いて、はい、ちょっと内装ちょこちょこってブラバスやるんでも、ね、全然大丈夫です。あとはやってまいりました定番のこのバッチ、はい、そうですね。ワイドスターにしかつかない。でもこれデザインが似すぎててよく見ないと分かんなくないですか純正も確かこんな感じのデザインで。そうですね。でもこれワイドスター買わないとついてこないバッチなんですね。ついてこないバッチです。こんなのもしっかりついております。じゃあ最後になりますけども、横山さん何か作りたいブラバスの車種とかありますか。GLE63いいっすね最近800 の、 あのロケット出ましたよね。そうですね。あのグリルがえぐいやつが。そうです。あれ確かにちょっとまだ車も新しいですし、はあ、やってる方僕の知る限りではいないんで、ちょっとあれ作ったら目立つかもしれないですね。目立ちますね。またカーボンのパーツの量が結構多いんで。多いです。ちょっとブラバスにしては珍しくちょっとえぐさがこう。そうですね。ちょっとやんちゃ感は出てるかなっていう。確かに。ただもう目立つのは間違いないんで、まあ、あとはもう究極を言えばコンプリートか。そうですね。本国で作ってこっちに持ってくる、はい、まあゲレンデだったら日本語ナビにも交換できるので、あと保証の関係がどうなるかっていう、まあなんでいろいろちょっと説明しなくてはいけない事情ありますけど、まあ、コンプリートカーに乗るなんていうのもできますんで、まあ、やっぱり内装やってると違いますからね。内装やってると違いますね、はい、なんでぜひそんなお問い合わせもお待ちしております、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。